脂肪。脂肪、脂肪、食事脂肪は動植物に含まれる栄養素の一つ。日本の栄養学では一般に脂質と呼ぶ。また、脂肪、脂質、油、油といった用語は、おのおのうまく定義されずに使われていることがある。この記事では、栄養の観点で解説する。脂質は炭水化物、タンパク質と共に三大栄養素と総称され、 多くの生物種の栄養素である。この三大栄養素の比率を、それぞれの頭文字をとって、PFC バランスというとき、英語圏に習って、脂肪、ファットを用いている。食品中の脂肪というとき、脂質やその詳細である脂肪酸を指すであろう。常温で液体の油脂は油を指し、一方で脂肪と呼ぶとき個体のこともある。食品中の脂肪というときには、 脂質を刺し個体と液体の両方を含みうる。自らの体を刺して脂肪というとき、脂肪酸のグリセリンエステルの中性脂肪であることが一般的である。脂質は単位重量あたりの熱量が9キロカロリー、G と他の三大栄養素の2倍以上あり、生体は食物から摂取した脂肪をエネルギーの貯蔵法としても利用している。 脂質の内高不飽和脂肪酸に分類される、オメガマイナス6脂肪酸のリノール酸と、オメガマイナス3脂肪酸のアルファーリノレン酸が、必須脂肪酸である。食事調査は、牛や豚、牛乳など動物性食品に多い飽和脂肪酸の摂取が心疾患など病気との関連を見出しており、脂肪の細かい区別を周知させることは、難しいと考えた栄養学者たちが、 脂肪は良くないという単純なメッセージを作ったが、実際には一家不法は脂肪酸やたか不法は脂肪酸の摂取量が多くてもそうしたリスクを下げる傾向が見られている。こうした科学的検証の蓄積により2015年のアメリカの食生活指針は脂肪を30%に控えるという指針を撤廃した。20世紀初頭までに、 タンパク質と炭水化物は必要な食品成分だと知られていたが、脂肪酸は炭水化物から合成できるので、優れたエネルギー源ではあるが、必要不可欠ではないと考えられていた。20世紀初頭の技術では、食物から脂肪を完全に抽出できず、脂肪を除去して、ラットに与える実験では、実際には脂肪が残留していた。 1912年にとはそうした技術によって、ラットでの死亡は不要だと確認し、1920年代までに必要不可欠ではないので、必要最小限は非常に少なくすべきとの見解を示し、同時代の研究者は多くはこの見解に従った。オズボーンは全米科学アカデミーのメンバーで、食物タンパク質で国際的に著名なアメリカの生科学者であり、メンデルは、 アメリカ栄養研究所の初代所長など、両者は国際的にも権威的に他にも数々の地位を占めていたためである。1929年には、ミネソタ大学のジョージ・オズワルドは、ジョージ・オズワルドバリがオメガマイナス6系の高、不法は脂肪酸であるリノール酸のラットでの欠乏症を確認し、必須栄養素だと報告された。この見解は、栄養研究所の見解と対立したので、 疑義されたが、数年を経て追試が行われ、受け入れられていった。また1931年に、ジョージ・オズワルドバーは、オメガマイナス3系のアルファアリノ連酸が、ラットで合成されなかったことを報告し、これも必須死亡酸だと結論した。しかし、欠乏症実験にて、リノール酸と競合する結果が確認されるため、長い間アルファアリノ連酸でも確実だと、みなされなかった。 1960年までにはカルフォルニア大学ロサンゼルス校のジムミードがリノール酸がアラキドン酸に変換されることを確認した。1964年にはカロリンスカ研究所でアラキドン酸がプロスタグランジンに変換されたことが確認された。1960年代のアメリカでの食事調査は飽和脂肪酸の摂取が血中コレステロールの濃度を上昇させ、 植物油と魚油が低下させることを明らかにし、その後の食事指導は総脂肪量を減らすのではなく、飽和脂肪酸の代わりに不飽和脂肪酸を摂取することが重要だとし、不飽和脂肪酸の摂取量が増加した結果1970から1980年代には、アメリカ人の巨血精神疾患の発生率を低下させた。だが、脂肪の細かい区別を周知させることは難しいのではと、 考えた栄養学者たちは脂肪が良くないという単純なメッセージを生み出した。アメリカ農務省の意図とはアメリカにて低脂肪食にすることで必然的に飽和脂肪酸の摂取量を減らすということであった。1976年にはカスバートンが粉ミルクの必要成分としてリノール酸のみが必須だと主張したがクローフォードは異議を唱え1978年には 世界保健機関、フーと国際連合食料農業機関、FAO が死亡に関する専門部会でアルファアリノ連酸の必須性を確定した。1982年にラルフ・ホルマンがアルファアリノ連酸の摂取が増加すると血中の DHA が増加することを確認し人でアルファアリノ連酸が必須だとつけた。 1994年の世界保健機関による人間栄養学における脂肪と油、HATS and ILSWINHUMAN NUTRITION ではトランス脂肪酸による飽和脂肪酸に似た影響が報告された。2003年にはトランス脂肪酸を1%未満にすべきとした。脂肪酸の比率よりも飽和脂肪酸の摂取量の方が重要という科学的な検証によって 2015年のアメリカの食生活指針は以前に示した脂肪を30%に控えるという指針を撤廃した。脂肪のカロリーは9キロカロリー G であり、炭水化物、タンパク質の4キロカロリー G よりも単位重量あたりの熱量が大きく、哺乳類をはじめとして動物の栄養の摂取や貯蔵方法として多く利用されている。物から摂取したり、 体内で炭水化物から合成された脂肪は肝臓や脂肪組織に貯蔵される。脂肪からエネルギーを得るときには、モノグリセリド、かつてはグリセリンとされていたと脂肪酸に、過分解してから脂肪酸を β 酸化代謝によりさらにアセチル COA に分解する。安静時や強度の低い運動時には脂肪の方が糖よりも多く使われている。 血糖やコーゲンは利用しやすいが、貯蔵量は多くはないので安静時などでは、あまり多くは使われず、強度の高い運動時などに等が、優先的に使われるようになる。成人では、基礎代謝量は1日およそ1600キロカロリーで、あるが、栄養摂取量が減少すると1200キロカロリーに、落ち、延命を図ろうとする生理的反応が起こる。 栄養が欠乏するとまず筋肉が分解され、タンパク質として利用され、次に脂肪がエネルギーとして利用される。これにより、水分の補給があれば、絶食状態で1から2ヶ月程度生存でき、この限界を超えれば、餓死に至る。ただし、肥満の人、脂肪の貯蓄の多い人はこれより長く生存できる。痩せた人、脂肪の貯蓄の少ない人はこれより短めで、 死に至ると考えられる。餓死は体内の脂肪を使い切った後に起こるものであり、水分の補給があれば、肥満状態の人間が餓死することはない。肥満の場合、まずは脂肪を使い切る期間を経た上で餓死に向かう。脂肪量によっては3から4ヶ月以上かかることもある。水だけで3ヶ月以上生存するというのは信じ、がたいかもしれないが、 同じ哺乳類であるクマなどは脂肪を蓄えた状態で、冬眠して数ヶ月過ごすので、決して無理な数字ではない。仮に、体重 70kg、体脂肪率20%とし、脂肪のカロリーを 9kcal ロロ、G、低下した基礎代謝を 1200kcal ロロ、日とすると、70kgX0.2、体脂肪率 X9kcal、G、1200kcal、 日イコール105日となり3ヶ月半ほど生存することができる。ただしあくまで生存が可能であるというだけで健康な状態を維持することは不可能に近い。タンパク質、脂肪、炭水化物のカロリーベースでの摂取バランスのことをそれぞれの頭文字をとって PFC バランスという。この中で脂肪の比率を25から30%以下に抑えることが 生活習慣病を予防するための食生活指針の考えの一つとなっている。しかし歴史の通りこの考え方は疑問視され、二0十五年にはアメリカの食生活指針は脂質の上限を撤廃した。新血関係のリスクを上げる、飽和脂肪酸の摂取が多い食事状況であれば、脂質全体の摂取量を減らすことでそのリスクを回避するという目的は達成されるが、しかし、 ゴー脂肪酸を心血管系のリスクを下げる種類の、脂肪酸に置き換えても目的は達成され、脂質全体の摂取比率が上がっている。1994年の世界保健機関による、人間栄養学における脂肪と油、ファッツイルズウィン、ヒューマンヌートリションは、成人の脂質の摂取量は15%以上とし、下回る集団においては確保の努力が必要だとれた。 厚生労働省の1999年の栄養所要量の6次改定では、脂質はエネルギー比率で成人で20から25%の範囲が望ましい。飽和脂肪酸、一家不飽和脂肪酸、多家不飽和脂肪酸の望ましい摂取割合は、概ね3、4、3であり、オメガマイナス6脂肪酸と、オメガマイナス3脂肪酸の比は、健康人では4、1程度である。 一日のエネルギー必要量を仮に、男性では2660キロカロリー、女性では1995キロカロリーとすると、脂肪のエネルギー量は9キロカロリー、G であり、仮に20%の値を当てはめると、以下の通りとなる。脂質のうち、オメガマイナス6脂肪酸と、オメガマイナス3脂肪酸が必須脂肪である。オメガマイナス6と、 オメガマイナス3系のバランスについては必須脂肪酸、バランス。飽和脂肪酸は、肉や乳製品に多く有害な LDL コレステロールを増加させ、保護的な HDL コレステロールも増加させる、水素添加された油である、トランス脂肪酸は有害な LDL の増加と保護的な HDL の下であり、一方で、植物油、ナッツ、全粒粉、魚に、 豊富な一家不法和脂肪酸や高不法和脂肪酸、特にそのうちのオメガマイナス3脂肪酸は有害な LDL を減少させ、保護的な HDL を増加させ、またインスリン抵抗性を改善し、心臓のリズムを安定させる。トランス脂肪酸と法和脂肪酸が少なく、それを不法和脂肪酸に変えることで、心臓病や糖尿病のリスクが減少する。 脂肪の摂取量が多い場合に、拒絶精神疾患が生じるリスクが高まるという関係が見られるのは、飽和脂肪酸のみであり、一家不飽和脂肪酸や高、不飽和脂肪酸の割合を多く摂取する集団では、そのリスは低い。そのため、ギリシャのクレタ島では、脂肪の摂取カロリーが40%と多いが、心臓病の発生率は、日本の伝統食のように低い。 ギリシャの食事については、地中海食を参照。ナッツ類の脂肪は、主に不飽和脂肪であり、血中のコレステロールの比率を改善させ、ナッツを食べている人では肥満は少ない。トランス脂肪酸は、水素添加された植物油のマーガリンやショートニングなどに含まれ、世界保健機関の摂取目標は、飽和脂肪酸の10%未満に対して、 トランス脂肪酸では1%未満とされるなど少量で悪影響がある。乳がんの発生には動物性脂肪だけでなく動物性のタンパク質が関与していると見られている。アルコールの影響など要因は多様である。また女性ホルモン、エストロゲンが関与し、高脂肪食、肥満も関与する。これは特に閉経後の女性で脂肪組織でエストロゲンが作られるからである。 科学では、常温で固体の油脂を言う。純粋な脂肪は、無味無臭無色であるが、天然のものは不純物が溶けているために、色がついている。脂肪と水酸化カリウムや水酸化ナトリウムと、反応させると、加水分解により、高級脂肪酸脂を、石鹸が得られる。この反応を、喧嘩、喧嘩という。脂肪族化合物とは、有機化合物のうち炭素原子の環状配列を、 持たないものを言う。脂肪中に含まれるので、名付けられた。刺しキ化合物とも言う。動物性脂肪は、飽和脂肪酸を多く含む傾向があり、乳脂肪がより多い。摂取量を減らすよう取り組まれてきた。魚類の脂肪には多量の不飽和脂肪酸を含むものが多い。植物油は、不飽和脂肪酸を多く含む油が多く有点が低い傾向がある。 このため、菜種油のように常温で液体なものが多い。ただし、ヤシ油、ココナッツ油や、カカオバターのように飽和脂肪酸を大量含む油も、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。